ギドロプロエクトは、ロシアのダム、運河設計企業。モスクワに本社を置いているほか、ロシア国内各地に支店を置いている。ギドロプロエクトと、その前進機関は、1930年代からソビエト連邦とロシアで建造された水力発電用ダムと考え、輸送用運河の大部分を設計した。また、ソ連国内のみならず中国、インド、イラク、シリア、 エジプトなどの親ソ連の諸外国におけるいくつかの大規模プロジェクトでも注目を集めた。しかしギドロプロエクト総裁、セルゲイ・ヤコブレビチジュークによるシベリアの河川を逆流してカザフスタン、中央アジアへの考えを起とした河川転流計画はゴルバチョフのペレストロイ下記に環境保護運動の高まりによって実現しなかった。現在のギドロプロエクトの歴史は 1930年代のモスクワ運河建設プロジェクトの設計部とトラストギドロエレクトロストロイにまで遡ることができる。1930年10月9日設立され第一次5カ年計画における水力発電用ダム建設を企画、調整した。両組織はこの後いくつかの変遷を経て1962年統合された。 1950年までソ連内務省の監督下にあり、その後、エネルギー省の監督下に移行した。ギドロプロエクトは、ソ連国内に支部を設置していた。支部の中でも特に、レニングラード支部は、長い歴史を持ち、レンギドロプロエクトの名で知られていた。ソビエト連邦の崩壊後の1990年代から、ギドロプロエクトは、統一エネルギーシステムの子会社となった。ダム、うが、 リンハイドロープロジェクトアバウトザインスティチュードクリエーションヒストリーハットダムの一覧海外における建造物ありがとうございます